一口駅名解説へようこそ。今回は、京王線の、聖蹟桜ヶ丘駅の名前の由来について解説していくよ。聖蹟桜ヶ丘は、聖蹟と桜ヶ丘の二つに分割できるよ。まず、桜ヶ丘は、単純に桜の名所だったからだね。そして、聖蹟は、天皇陛下が良好した土地、という意味だよ。かつて、明治天皇が、今の聖蹟桜ヶ丘駅の近くにある、蓮光寺という地域を訪れた際、ウサギ狩りを見物したんだ。それ以来、明治天皇は蓮光寺村のリピーターになり、ウサギ狩りや鮎漁を楽しまれたよ。その結果、正式に皇室の御用場、つまり皇族専用の狩猟する場所が設けられたんだね。その関係で、明治天皇が足しげく通った場所として、聖蹟の名がついたよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。